いやー見てください、この量。こっちからずっとこっちの山とこっちの山の方も全部ですね。村のおじいさんたちがですね、うちの山もやっていいよ、うちの山も切ってくれ切ってくれみたいな感じで、だん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 スペースが増えていきまして、この大量の針葉樹が手に入りました。めちゃくちゃありますよね。これを運ばなきゃいけないと思うとちょっと途方に暮れますね。いやこの量ですから、これずっと向こうまでですからね、山。こっちも全部向こうまで、向こうまであります。この山のですね、サイドには綺麗な川が流れてまして、ここが釣り人は一切入ってこないシークレットのエリアなんですけど、めちゃくちゃ釣れるんですよ。いつかお見せしたいと思います。綺麗な大和です。ツーフックでギリギリかかりましたね。この枝とかも全部掃除しなきゃいけないので大変ですわ。いや途方に暮れますよね、この面積。めちゃくちゃ玉切りした、玉切りの嵐です。材料の切り出し終わりました。全部これは間伐材で、カラマツですね。ヒノキも 1,2 本あるかもしれないですけども、一応ここカットが入ってまして、後で、加工しやすいように、これが新しく作る薪棚の土台部分ですね。で前回は丸い、水すずみ作ったんですけども、今回は四角いオリジナルののずみを作っていきたいと思います。積み上げられた量ちょっと見てください。やばくないですか。これで約8割拾い集めた後なんですけれども、まだ玉切りが少し残ってまして、こういうふうに枝なんかを掃除して固めて、きれいに山を掃除して、原木をいただいていくという形になります。この量やばいっすよね、本当に。向こうまで行きましょうか。この右側と左側、あと奥の方の一段上まで全部、村の方々がやるから持ってけっていうことだったんですが、まあ持ってくのはいいんですが、いやーすげえ大変ですね。ずらーっとあります。ほぼほぼ針葉樹全部タダでございます。まあ、針葉樹は結構広葉樹よりも早く燃えてしまうんで、まあ、倍近く燃えたかなきゃいけなくなってくると思うんですけども、ざっと見た感じ2年分はこれでありそうですね。まあ広いエリアですよ、こっちから全部ですからね。この険しい足場の悪いところを全部拾い集めていかなきゃいけなかったので、まあ大変ですけど、まだ残ってますね、やんなきゃいけないやつが。カラマツが結構残ってます。まだ結構あるな、これの倍ぐらいあるかな。やっぱまだこの倒されたやつ全部持ってかなきゃいけないんで、うわ結構まだありますね。この辺はカラマツですね。カラマツ、シナノキ、白いやつ、シナノキですね。断面はそんなに色変わらないですけど、まあ、若干白いですね、シナノキ。この辺は全部赤松です。赤松、赤いですよね、なんか赤松。
してこの肌のやつ、これがもみの木ですね。いや、なんかウォールペーパーみたいでおしゃれですよね積み上げると。この太いやつも全部もみの木ですね。葉っぱがちょっとついてますけど、もみの木です。もみの木が3分の1ぐらいですかね、全体の。この辺もカラマツですね。カラマツ、肌がちょっとこういう感じで鱗が細かいのがカラマツですね。こう鱗がざっくりしてるやつが赤マツです。この違い分かりますよね、カラマツと赤マツ、全然鱗が違いますよね。いやー、それじゃあ木を集めていきましょうか。じゃあ今日もトビを使って木を集めていきたいと思います。これがもう手の代わりになってくれるんですごい楽ですね。かがめなくてもいいのでこういう感じで、この僕のトビに関してはくちばしがこう鍵になってないんで抜きやすいっていうのがメリットですね。その代わりに、まあ、投げたりするときは抜けやすいんですけど、鍵がついてると抜けやすい方が足に落としたりとかして僕は危ないんじゃないかなって思ってるんですけど、トビがあると本当腰がまだ楽ですよね。腰を全然曲げなくて運べるんで、これを全部腰曲げてると思うともう想像もできない辛さですね。